こんにちはええー、まあ先日ね、えー、収録したまああのー、大西恒樹さんをね応援したことが、まあ、間違いだったというねまあその動画を、まあ、YouTube に、まあ、転送するのを忘れててでまあ今回ね れいわ新選組さんが、まあ、新しいポスターがねできたんで貼ったとこを貼り替えてくださいみたいな、まあ、そんなツイートがあったんであそういやあれあげてなかったなと思い出してあげてみたら、まあ、僕にとっては意外にねそのなんでやねんみたいな反応があって。 で、まあ、一応ね、えー、そうなった経緯というか、まあ、あの、今でもね、えー、大西恒樹さんのことについて、まあ、いわゆるね、こうあの、思想家としてはね、まあ、その思想っていうのは面白いなと思うわけなんですけども、まあ、じゃあ、その政治家としてどうなのかと考えると、 まあちょっと僕にとっては難しいかなという感じですね。まあ、その支持するのが難しいかなという感じですね。で、まあ、なんでかっていうと、まあ、やっぱりまず一番最初大きかったのが、あのいわゆる横浜カジノでね。まあ、今正直 大西根木さんが横浜カジノのことに関して何してるかちょっと僕はわからないんですけどもまああの辺もねもうこういう風な状況なんやからもうちょっと締めに入ったらええんちゃうのとも思ったりもしてるんですけどまあそれはそれでねまあ個人の心の自由なんでまあそれはそれで尊重したいかなと思うんですがまああの動画をね、えー、収録した きっっかかけというう流れってののがあの2月のね中頃にあの立憲フェスって言って立憲民主党がねまあ、あのフェスティバル、まあ、その会場に人を集めて支持者を集めて、まあ、なんかやりましょうみたいな、まあ、そんな催しがあってでその当時でもね立憲フェスの当時でもいやもうちょっとそういう風なあのー、コロスケ君が。 やばいから、まあそんな人集めたらあかんのちゃうの。無人でやろうや。とかっていうまあ議論があったにもかかわらず、まあ最終的には、まあ人を集めてね、やりはったんですけど、でまあそれがあって、でその後に、まあ、あの、れいわ新選組さんがね、まあ街頭演説とか、あの、何だっけ、おしゃべり会とか、ちょっとあの、正式な名称を忘れましたけど、要はあの、部屋に人を集めて、 でまあ、あの、凱旋をやるというような感じのスタイルもちょっと重視しようと。まあ、2月の中頃がね、そういうふうな流れがあったんですよね。まあ、けども、まあ、大西恒さんは、ワクワクオークバルツアーと題して、まあ、相変わらず、その、人を集めて、まあ、講演会をされてて、でてしてまして、 でちょうど僕が先日の動画を収録したのがあの4月の初めだったんですけどその4月の初めはなんとあの沖縄の方でね、えー、そのワクワクを配るツアーをやってあってでまあまあね思いっきり譲ったかってあのせめてねあのいろんな資源がある本州とか九州四国北海道 そこやったらともかくもう沖縄でやるってほんまにそのマジでねちょっとねあのびっくりしたところもあるんですよねうーんでまあもちろんねそれやるのは心の自由かもしれんけれども、まあ、僕にとっては受け入れ難い自由やって。 でまあ、ちょっと無理って感じで、でまあ、その、先日公開したね、YouTube で公開した動画を収録したわけなんですが、まあ、ざっくり言うとそういう流れで、まあ、その、思想的なこと、言ってはることっていうのは、まあ、ええー、とは思うんですけど、実際にやってはることっていうのが、僕にはちょっと、 んって思うことがどうしても多くて、うん、なのでまあ、なんていうかな、あのー、要は人にね、えー、プッシュする人じゃないなという結論に至って、まあまあ、結論に至ったのはもうちょっとは、あのー、前やったんやけども、まあ、こういうふうな動画とかに、えー、すんのはしてなかったので、まあ、ちょっと、 改めて区切りで、えー、収録して、で、まあ、いね、正直、あの、お蔵入りするかなとも思ったんですよ。僕、あの、YouTube に転送するの忘れたんでね。うん。やけど、あの、ちょうど、昨日か一昨日か、ちょっと、まあ、最近ね、えー、令和新選組のポスターが新しくできたんで、あの、以前貼ったとこに行って、また貼り替えてくださいね、みたいな、<laughs> やってたんで、 いやいやいやと思って、で、あ、そういえばと思って、ちょっと思い出したんで、えー、YouTube にね、えー、転送して公開させていただいたという流れでございます。うんで、まあ、あの、批判のね、えー、コメントの中で、まあ、あの、ちょっと、んと思うのは正直、また、あの、ブロックさせていただいて、えー、申し訳ないんですけど、 多分ね、えっ、ー、と、ツイキャスとか、YouTube やったら、あのー、見れる、聞けるはずなので、まあ、それをもって、ちょっと回答と、えー、させていただこうかなとは思っております。で、まあ、正直、その、心の自由、個人の心の自由を、まあ、信条とする大西恒樹さんを、まあ、こう、すごいね、まあ、いまだに、その、支持されてる人やったら、 まあ僕が離脱しようが、僕が何やろ、もしね、別に批判するつもりはないんですけど、批判したとしても、それはね、心の自由、個人の心の自由なんで、それを受け入れないと、ちょっと、あの、なんか、僕からしたらそ、それって矛盾じゃねって <laughs>、ちょっと思ったりするところもあります。うん。なので、まあ、またね、 えこれについてえ批判っていうか反論をあのくるかもしれないですけどまあその時には何て言うかなそのちょっと論理だったまあその感情的なところになるといやそれって感情ってもうほんまに究極のその個人の心の自由だと思うんですよねなのでうんそこで を追求されるとちょっともう僕としても何も言いようがないのであの論理的にまあこれこれこうじゃないっていうことでえー反論等がもしねまたあるんであればああまあブロックしてるからもう来ないかもしれないんですけどあればまたああいただければなとまあ正直あのあんまりちょっと論理的なものとかっていうのを感じないのはもう ブロックしちゃったんでまあ、うん、わざわざ別,別アカウントまでってね、えー、したらあれなのかもしれないけどまああのー、そういう感じがあったなというちょっとね、えー、自分自身の記録というところもあって、えー、まあ、変な収録になっちゃったかなというところでございましたということでまああの鬼恒木さん もうまあ、人にね、えー、進めなくなった、まあ、応援しなくなったっていうのは、まあ、そういうふうな経緯というところのね、えー、一応記録でございますということでまたお願いします